今朝のこの時間は、鎌倉女子大学教授で医師の木下弘勝さんにお話を聞きます。 木下先生、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。厚生労働省による調査で、週に一度もテレワークをしていない人よりも、テレワークを週に二、三日程度する人の方が幸福度が高いと感じていることが明らかとなりましたえ。この調査結果、過労死等防止対策白書に示されているということなんですが。 これはどういう印象を持ちですか、木下先生まあこれね、業界にもよるとは思うんですよ、これ対象となる業界がまあどういうことかともありますけど、ええ、やっぱり通勤時間や通勤の手段、はいはい、これ、我々にとってストレスが多いというのは、やっぱり明白だと思うんですよね。ええ、ですから、今回の調査から、ええ、今後の企業等のあり方。はい これ見直すす時期に来ててるのかなっていう気はしますよねまあ日本の場合だとね、はい、やはり元に戻そう戻そうとするす、ね、ところは多いかと思うんですけども、うん、まあただあの先週お伺いしたようにこれでまた第8波が来た、はい、となればまたテレワークの方に軸足を移すんでしょうからね。ねまあ、現状例えば教育業界とかはなかなか難しいんですよね、はい、テレワークにするとうまくこう回っていかないってところもあるんですよね、はいまあ、仕事に関してはもちろんね。 あのうまく回らないところもあるかもしれませんが、はい、うまく回るところはやはり、ね、まあいやそうですね、テレワーク活用がいいかもしれないですね、すねこの幸福度っていうところでもね、何か指摘され始めてるとなれば、なればそうなっていくのかなという気がしますね。 ところでですね横浜国立大学の福田純次教授らの研究グループがマウスの実験で体の外で人工的に髪の毛を作り出すことに成功したと発表しました毛をマウスの皮膚に移植すると定着してこの生え変わるのも確認できたということで脱毛症などの治療につながるのではないかと期待されています人工的にこの髪の毛を作り出してしかもそれが皮膚に定着 着着するこれ実現したら薄毛で悩んでる方朗報でしょうねいやこれ人で成功したらもうビッグビジネスですね、はい、そうでしょうねもう多分大金持ちになると思いますね, <laughs> ね<ー>まあ髪の毛はですね、はい、皮膚にある毛包と呼ばれる器官から作られるんですね、はい、えこれらの細胞を塊にして移植することで効率よく 毛髪を作り出す毛髪再生医療というのがまあ考案されたんですね。はい、しかし、ですねこの細胞の塊を作る際に顕微鏡で見ながら細胞を操作しなければならないというのがあってですね、えー、非常に手間のかかるものでこれ脱毛症の治療にはですね何千本という単位でこの細胞の塊が必要となりますので、はい、大量に作る技術これが大きな課題だったんですね、はいまあ、ところがですね。 この細胞の塊を大量生産する突破口、<お>これを横浜国立大学のグループがまあ成功したんですね。<ー>これ培養する方過程、これを工夫して、まあ大量に作られることになったんですね。<ー>で、これ大量に作られた細胞の塊を皮膚に移植しますと、はい、そこから毛髪が生えて、<ー>さらに抜けて生えてという自然な毛周期。<ー>これを繰り返すっていうのが、まあ今回実証されたんですね。はい。 え毛髪を含む一定の長さがある毛を<え>ほぼ100%の精度で人工的に作ることに成功したのは、ええ、今回が初めてとういうことでこれちょっとあの期待できるかもしれないですよそうですねそうですねこれはもう相当金持ちなんじゃないですかねいやこれうまくいったらノーベル賞ですかねノーカードがわかんないですけど、ええ、まあ特許を取ってすごいことになんじゃないですかねそう,かそ,うそうですよねはいさあそれでは今朝のテーマいきましょうこちら。 11月から増えるノロウイルス感染経路と予防のポイントえノロウイルスによる食中毒、まあ、これは何度か木下先生からもお話いただいておりますけれども、はい、その季節がやってきたんだなあというね。うね先生11月から増える って言われてるんですよね。まあそうなんですね。えー、まあ冬にはですね、まあ、一般的にウイルス性の胃腸炎、はい、食中毒、まあこれが流行するんですね。えー、その代表的な原因がノロウイルスになりますね。はい、まあ例年は11月から12月が感染のピークになるんですね。えー、これ感染するとどういう症状が出るんでしょう。はい、主な症状は吐き気、えーはい、嘔吐、それから下痢ですね。はい。 ま、通常は便に血液は混じりません。えー、高熱が出ることもま少ないんですね。えー、まあ小児では嘔吐が多くて、オート下痢は1日数回からひどい時には10回以上の時もあります。ははい、通常はこれらの症状が1日から2日続いて治ります。はい、まあ感染しても発症しない人や軽い風邪のような症状で済む人も中にはいます。えー、しかし、あの乳幼児です。とか、うん、高齢者の方は？ 脱水症状を起こして入院が必要となる場合もまあありますので、はい、まあ特に必要注意が必要ですね。えー、まああの経験終わりの方も今ラジオ聴きの方でいらっしゃるかと思うんですが、このお腹下すったな厳しいですよね。まあ気持ち悪いとかね、えー、そうなんですよね。トイレから出られない。 という状況になりますからね,ねこれでもどういう経路で感染するんでしょうはい、えー。このウイルスの感染経路はほとんどが蛍光感染で、はい、まあ次のような感染様式があると考えられています、はい、まあ一つは患者のノロウイルスが大量に含まれている糞便やと物、はい、これを処理するときに触ってですね<ー>人の手などを介して二次感染する、はい、二つ目は家庭や共同生活施設などで 人同士の接触する機会が多いところ<え>ここで人から人へ飛沫感染飛沫、はい、これで直接感染する場合、はい、あとはの食品の取り扱い者ですね料理をする方が感染していて、はい、その人が調理をして汚染した食品を食べてしまって感染する。はい あとはあの汚染されている二枚貝<え>まああの美味しい二枚貝ですけど、はい、あの生、あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合になりますし、えー、これ少ないんですがノロウイルスに汚染された井戸水、はい、簡易水道を消毒不十分で摂取した場合に起ここりますね。はい、これノロウイルスによる食中毒にならないようにするためには具体的にはどういういところに気4つのポイントがあります。ね。はい 持ち込まないつけないやっつける広げないですね持ち込まないつけないやっつける広げないそうですね、はい、ま持ち込まないというのは、えー、調理する方がま呪いベースに完成してますと<っ>その人が調理したものに呪いベースがつきますので、はい、まあこういう方は調理してはいけませんということですね、えー、あとあの家庭で調理する方や、えー、食品を作る仕事の方は まああのとにかく下痢なんかした場合は、はい、まあすぐ申し出て検査を受けると調理しないってこととこ大事ですよね,ね<ー>それからつけないっていうのは、はいえー、食品や食器、調理器具にノロウイルスをつけないようにふ普段からですね、えー、調理などの作業をする前の手洗い、はい、これをしっかり行うことが大事ですね。はい それからやっつけるというのはノロウイルスを死滅させる<え>これはあの加熱ですね<え>中心温度85から90度90秒以上すると死亡しますねあとあの熱湯で1分以上まあ加熱処理する、はい、それから塩素消毒液、まあ、ハイターなどですね、はい、これに浸して消毒するとこれも有効なんですねあ、はい、まあ広げないというのは<え>え感染者が発生した場合はあの 特に土物処理ですね、はい、それから下痢などしたものの処理の時にまあ普通にアルコールなんか使ってても死にませんので、えー、やっぱりハイターなんですよアルコールじゃあやっつけられないんですねそうですね、えー、ハイター処理をしていただくことで、まあ、死滅しますので、はい、注意していただきたいと思いますはい。今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きました木下先生ありがとうございましたどうも失礼しました